はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プロクリエイトの最新のアップデートの解説をしていきます。新しいアップデートです。バージョンは 4.3 になりましたね。で、この 4.3 でついにですね、プロクリエイトでテキストの機能が入りました。でね、プロクリエイトのユーザーはもう待ってましたっていう感じだと思うんですけど、ちょっと使ってみたんですけど、本当にもう最高ですね。で、今日はそのテキストの機能、新しいテキストの機能の紹介と、あとね、他にもいろいろアップデート項目があって、新しいブレンドモードっていうのが追加されたのと、あとは新しいブラシの設定も追加されました。でね、新機能としてアニメーションの機能も入ったんですよ。で、これも結構面白くてですね、今日はですね、そのアップデートした項目を一気に全部紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず最初にですね、テキストツールから解説していきます。新しいキャンバス開いてテキスト追加するときなんですけど、左上の、ギアマーク、ここにテキストを追加っていうのが上から4つ目、ここにあります。で、ここからスタートしていきます。で、こんな感じでテキストっていう項目現れるんで、今回はアミティって打ってみます。で、画面のどっかタッチしたら解除されるんですけど、もう一回このテキスト選択したいときはテキストのところポンって押してあげると、また編集できるようになります。で、これ一旦全部選択してもらうと、ここに縦方向っていうのがあるんですよ。これ縦書き項目です。で、今英語だからこう、90度回転してるだけになっているんですけど、日本語だと縦書きになります。で、フォントのサイズとかを変えたいときは、ここ、スタイルを編集っていうブルーのボタンを押すと、こういったいろんな変更できる項目がね、現れます。で、サイズ大きくしたりもできるし、その下にはカーニングとか、トラッキングとかもありますね。で、カーニングはこの文字間ですね。で、トラッキングも文字間です。で、ちょっとこのカーニングとトラッキングのね、違いはちょっとうまく説明しにくいんですけど、基本はカーニングでこの文字間詰めてもらえればいいと思います。で、このボタンを押したら一気に全部の文字が、大文字になります。で、フォントはですね、デフォルトでもあるんですけど、今回ちょっと読み込んだやつ、これを使って、デモしていきます。でね、ダイアログが下に来るんで、こうやってキャンバスをね、上の方に持って行ってあげて、調節するとやりやすいかなって感じですね。そこだけちょっと、使いにくいなとは思いましたけど、まあ慣れたらいけるかなって感じです。で、次ですね、このフォント、このテキストに色をつけたい時なんですけど、その時はこうやって一旦テキストをタッチして、アクティブにした状態で、右上のカラーボタン。ここを押して、好きなところにスライドすると色が変わります。で、テキストですね、文字を変更したいときなんですけど、さっきみたいに、テキストのところをタッチしてもらってもいいんですけど、もう一個方法としては、このレイヤーパネルのところから、ここタッチすると、テキスト編集っていうのが新しくできてるんですよ。で、こっからでも、テキスト、文字を加えたりとか、変更することができます。で、もう一つですね、さっきのレイヤーのところ、タッチしたところに項目増えてるんですけど、ラスタライズっていう、項目が増えてます。で、ラスタライズ何かっていうと、これ一回押してみますね。そうすると、さっき A って書いてあったテキストデータがね、これもうオブジェクトデータに変わります。なので、テキスト編集はもうこれでできなくなっちゃいますね。で、それがラスタライズです。で、ラスタライズするとどういうことができるかっていうと、例えばね、今選択のところからワープっていう項目を選ぶんですけど、こうやって文字を自由に変形させたりできます。というかもうこれは文字データとしては見られてないので、普通の塗りのものと同じですね。で、テキストデータだとこのワープとかはかけられないんですよ。なので自由に変形させたいときはラスタライズする必要があります。で、もう一つですね、ラスタライズについて話しておきたいので、一旦これさっきオブジェクト化したんですけど、バックしてテキストデータに戻しています。
で、色の塗りつぶしの機能でこのカラーのところからね放り込むっていうやり方があるんですけど、こうしたらね色が変わるんですよ。でもこれをするとラスタライズ化されます。自動的にもうテキストデータじゃなくなってしまうんですね。なのでそれだけちょっと気をつけてほしいなって感じですね。もし色を変えたいのであれば、テキストをこう選択した状態で右上のスポイトカラーのところから色を取るっていう感じです。なので一文字ずつこの文字の色を変えたいってなるとラスタライズされちゃうって思ってもらったらいいと思います。で、じゃあですね、このテキストツール使ってちょっと応用編でデザインっぽいの作ってみたいと思います。さっきのハンバーガーの画像を出して新しくテキストを入れていきます。右上のテキストを追加ですね。ここからちょっとトマトって打ちます。で、私このテキストのですねアップデートあってから多分2000個ぐらいフォントを入れたんですよね。そしたらねもうすごいいっぱいになっちゃって、ちょっとカテゴリー分けができないのが残念なんですけど、で、あと日本語のフォントもね結構入れて、で、日本語のフォントは表記がね英文字で表記されちゃいますね。なのでそれもちょっと分かりにくくて残念かなって感じなんですけどね、いつかね日本語表記対応してほしいなって感じですね。で、今トマトっていう文字打って色を調節してですね、これもう少しサイズ変更したい時なんですけど、この矢印マーク選択のところからでもサイズ変更することができます。で、この時はラスタライズされないですね。普通のテキストとして認識されてます。で、次やってることなんですけど、ちょっと歪みツールを使って変形させてます。左上の今青色ボタンになっているところ、調整パネルのところから歪みっていう項目で、その下の展開とピンチっていう機能を使ってこうやってねこの真ん中を膨らまして、ちょっとトマトっぽいシェイプを今作ってます。で、このトマトに色つけたいのでプラスでレイヤーを追加して選択してマスクをクリップを押してください。で、ね、違う色を取ってちょっとハイライトとシャドウみたいなのを作っていきます。はい、で、こんな感じですね。ハンバーガーの中にテキストを入れ込んで、まあ、それをイラストっぽくするみたいな表現とかも本当にすぐできるんで、もう最高ですよね。本当にこれからいろいろプロクリエイトで作れるなって感じがしてますね。はい、で、次なんですけど、さっき使っていたフォント、このフォントを読み込む方法っていうのを紹介します。この、パネル表示させてもらうと、右上にフォントを読み込むっていうところがあるので、ここを選択します。で、そしたらですね、フォルダーっていうアプリが立ち上がって、iCloud ドライブとかにアクセスできるんですね。なので、この中にフォントを入れ込んでおくと、ここからインポートできます。で、そしたらね、この左側のフォルダーの中に入ってますね。で、このやり方でもいいんですけど、私がやった方法としては、ちょっと違うアプリを使って読み込んでます。で、ドキュメントっていう、アプリがあるんですね。これ無料なんですけど、このドキュメントっていう、アプリを使ってます。で、このアプリはですね、ファイルを管理するアプリです。で、Google ドライブだったりとか、ドロップボックスに、このドキュメントっていうアプリからアクセスすることができるんですよ。で、私はこの Google ドライブにフォントを全部入れてたので、この、ドキュメントアプリを、ね、こうやって Procreate と Split View で開いてドラッグ&ドロップしたらですね、読み込めたので、その方法を紹介します。で、まずですね、この右側のドキュメントのアプリから、インポートしたいフォントを選びます。で、右上の編集ボタンを押してこうやってチェックボックスをずらって、選択したら選択できます。で、その状態で長押しでドラッグ&ドロップで左側のプロクリエイトに持っていく。そしたらね、緑色のボタンが、表示されるので、そうしたら読み込みができるよっていう意味ですね。で、こんな感じでもう完了ですね。
でこうやってね、一括でフォントを一気にこのプロクリエイトに読み込みたいときは、ドキュメントだったりとか、ファイルのアプリをこう右側にスプリットビューで開いて、で複数選択してインポートした方がめっちゃ早いです。で、ドキュメントのアプリで全選択する方法なんですけど、フォルダ入って編集ボタンを押すじゃないですか。そしたら上に全てを選択っていうのがあるので、そしたらね、全部一気に選択して読み込めます。で、ここまでがテキストの説明ですね。で、次ブレンドモードが新しく追加されたので、それの説明していきます。で、レイヤー選択して、チェックボックスのこの左側に S って今書いてあるんですけど、そこタップすると、こうやってブレンドモード一覧が出てきます。で、その中のですね、このカラーの比較、暗いっていうのが1個目追加された機能で、で、もう一つがその隣、カラー比較、明るいっていうやつですね。今、チーズのところがね、ちょっと色変わったりしてるんですけど、そのチーズのところを見ておいてください。で、このコントラストの中が結構増えましたね。もともと3つだったんですけど、4つ目、ビビットライトっていうのが増えました。これですね。で、その下のリニアライトとピンライトと、あとハードミックスっていうのも増えました。この4つがコントラストの追加項目です。で、このハードミックスとかにすると、今チーズの明るい部分がすごい色変わりますね。パキッとした印象になります。わかるかな？で、もう一つですね、ブレンドモードで増えたのがあって、それがですね、この差の絶対値のボックスの中に分割っていう、ブレンドモードが新しく増えました。でね、私ちょっとこれがまだどういうものか分かってないんで、もう少しね、研究してから新しくなんか動画で出せたらいいなって思ってます。で、これがですね、新しくブレンドモードで増えた7つの項目ですね。で、次行きたいと思います。で、次がブラシの設定で新しい機能が入りました。スムージングっていう機能なんですけど、ちょっとこれを紹介していきます。で、今回使うブラシは、スタジオペンっていうのを取ってます。で、黒色選択して、新しいレイヤーを一番上に作ってですね、ちょっとそこに書いていきたいと思います。で、ブラシの設定ね、こうやってタッチすると、詳細の項目現れるんですけど、その一番下のペンシルっていうフォルダの中ですね、ここ。ペンシルの中に、4つ目の項目かな？スムーズっていう、カテゴリーが増えてるんですね。これが新しい機能です。で、今、スムーズ0にしてちょっと書いてみます。で、直線を書いていくんですけど、その時にこうやって、プレッシャー弱める、強める、弱める、強めるって言って今書いてます。で、こうやって書くとわかると思うんですけど、この細いところから一気に太くなってますよね。で、これが今までの設定だったんですよね。で、それを改善するのがスムーズっていう機能です。ちょっとね、今わかりやすいように赤色で、注釈を書いてみます。で、じゃあこれのスムーズのところの項目を最大にして、こうやって 100% にして書いてみます。で、それするとどうなるかっていうと、書いてみますね。と、プレッシャー弱める、強める、弱める、強める、弱める、強めるって書いてます。書いてるんですよ。でもそうならないんですよね。その細いところから太いところに対して、いかにこう、滑らかにつなぐかっていうのが、このスムーズっていう機能です。もう 100% で書いちゃうと、もはや谷と山がないような感じですよね。なので、ちょっとね、これは下げた方がいいかなと思います。大体、私がいいなって思ったのは30から40ぐらいで書くと、こうやって、いい感じに繋いでくれる。細い部分から太い部分っていうのを、綺麗に、滑らかに繋いでくれます。なので、30% ぐらいがおすすめかな。で、ここまでがですね、ブラシの新しい項目ですね。スムーズの機能の紹介です。で、次行きたいんですけど、次はね、自負のアニメーション機能が新しく追加したので、それの説明をしていきたいと思います。ちょっと一旦新しいキャンバスで作っていくので、新しいキャンバス開きます。
で、ジフアニメーション何かっていうと、レイヤーのね、一枚一枚を、書き出して、それをつなげて、ジフアニメにしてくれるっていう機能です。で、どこから書き出すかっていうと、このギアマークの共有ボタン、一番下にアニメーションジフっていうところがあります。で、これを使ってね、ちょっとジフ動画を作っていきたいと思います。で、新しくレイヤーを追加して、ちょっとリンゴを描いていきたいと思います。こうやって適当にリンゴを描きます。で、もう一個レイヤーを追加して、色を変えて、少しだけ変えて、ちょっとずれるぐらい、重ねた感じで追加します。で、そしたらまた上にレイヤー追加して、違う色で塗ってっていうのをずっと続けます。で、こんな感じでですね、今10個の、リンゴのレイヤーを作ったんですけど、これをジフアニメーションで書き出していきます。で、やり方なんですけど、左上のギアマークから共有ボタン、で、一番下のアニメーションジフっていうのを押すと、こうやってね、レイヤー一枚一枚つないで動画にしてくれるんですよ。で、今フレームって書いてあるところは、速さですね。これを下に、左側にスライドすると遅くなりますし、右にスライドしていくと超高速のアニメーションになります。で、書き出しサイズはウェブ対応とこのフル解像度、フルサイズですね、あるんで、今回はフル解像度で書き出しします。で、写真を保存ですね。そしたら、写真のアプリの中に入ってます。で、こんな感じですね。うん、ちょっとね、ジフアニメにしてあげるだけですごい可愛い感じが出ますよね。で、このジフアニメーションなんですけど、アイデア次第です。結構面白いものできると思うんで、ぜひぜひね、試してみてください。で、これがですね、ジフアニメーションの新しい機能の紹介でした。で、これで全部かな？ Procreate 4.3 の今回紹介するアップデート以上になります。で、今回はですね、やっぱりテキストの追加っていうアップデートがすごい私は嬉しいので、また違う動画でこのテキストを使ったデザインのやり方とかね、いろいろ紹介できたらなと思ってます。で、この動画がですね、役に立ったらぜひですね、いいねボタンを押してもらえると励みになるので、ぜひお願いします。で、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。